いやね、というわけでドロールテレビ始まりましたけども、はい、どういうところでですか？今日はね、一つね、はい、すごいネタを見つけたんでね、お、まあ、みんながすごいって思ってくれるかどうかわかんないですよ、まあ、これはもう、うん、ほんとね、僕の個人的なね、うん、大発見なんで、お、世紀の大発見的な、世紀の大発見的な、うん、あのね、まあ、はい、ちょっと、まあ、何から話せばいいかを迷ってるぐらいの形なんですけど、はい、ドロール TV！はい、あ、今まあ、YouTuber さんでね、ほら今いろいろいるじゃないですか、うんうん、はい、でなんか最近こうすごいわーって伸びてきた、まあ、新人さんではないですけど、ここ何年ぐらいだろう、 3,4 年ぐらいですかね、うんうん、よくはって伸びた YouTuber さんね、水溜りボンドさん、あ、はい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 、2人組ね、今その人と同じような2人組でやってる、そうですね、はい、はい、な、彼らは当時なんか多分大学生ぐらいだったと思うんですけど、うん、僕らね、今このチャンネル、うん、使ってるチャンネルじゃない方の、うん、元々使ってたチャンネルがありますよね、うん、前の、うんうんうん、今登録者多分400からそのぐらいなんですけど、そうですね、今のこのメインチャンネルより今多いっていう、そうですね、現状なんですけど、まあ一回ちょっといろいろありましたからね、はい、そうそう、はい、ちょっとこっちのチャンネル今使ってるんですけど、その前のチャンネルの方で、うん、要は100人いったらプレゼント企画みたいな、うん、なんか、うん、あ、ありましたね、100人単位ぐらいでやってたと思うんですけど、100人、200人、300人とか、ね、うんうんうん、ちょっとなんかいろいろやってたと思うんですけど、うん、その時にですね、うん、200名達成しましたみたいな企画にしたの覚えてる、はい、はい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 、そうそう、あのプレゼント企画の時に、はい、なんと、はい、そのさっき話した水溜りボンドさんが、はい、なんとコメントしてくれてるというもうだって、だいぶ前ですよね、だいぶ前ですよね、あれもね、うん、なんかもう2000何年っていう話ですよ、うん、今ちょっとテロップでプッて出ると思うんですけど、うん、はい、まあ、ちょっとね、見たい方はそちらにね、なんかリンクでも、はい、カードでも貼っとくんで見ていただきたいんですけど、うん、まあちょっと僕の方でね、じゃあこうブーちゃんにね、ちょっとこうその時の画像をね、見せますわ、おお、はい、で、これ、こういう感じで、おお、はい、うん、で、ここ、見てこれ、おお、お、本当にコメントしたねこの時のコメントが、なんかね、こう水溜りボンドさんのコメントが、うん、アカウント登録させていただきました、うん、200人すごいです、うん、ぜひ僕らも頑張ってるのでアカウントもお願いします、高評価もさせていただきましたっていうこう、うん、コメントをいただいてるんですね、はい、それに対して僕が、うん、水溜りボンドさんに、うん、ありがとうございますと、うん、でこちらも登録させていただきました、うん、いつかコラボとかできたら楽しいですねっていう、こうコメントをしてるんです、で、この時に本当にしてたら面白かったねみたいな、まあ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 気持ちもすごいあるんですけど、今よ、雲の上の人ですプーンってね、プーンって言っちゃったんでね、スッて上がってきたんだね、そう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 、僕はそこで思ったわけですよ、うん、はい、なんか、コラボしてくんねえかなそれ、いやいや、まあ、今の立場からして、うん、水溜りボンドさんたちが、うん、あ、もうちょっとね、事務所入っちゃったしね、でもね、僕らも僕らでまたね、いいとこあると思うんで、まあ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 、はい、まだ認知度がね、うん、低いだけで、そう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 、うちらも、うん、なかなかやることはやってる気がするんですよ、そう、うん、まあ、なんだったら、ね、は、うん、ね、洗濯ボタンをなんなら、ね、水溜りボンドの2人にちょっと、ね、体感してほしいかな、よく実験動画とかね、水溜りボンドさんやってるから、やってますね、うん、人間はこう、ああなると汗をかくんだっていうことを実感してほしいですね、うんうん、あれはもうね、どちゃくそ痛いですびっくりするぐらいですよもうね、顔面全部取れたのかなみたいな痛みがあるのでね、詳しくね、PS 放送局のパック君とやったゲーム対決、そうですね、うん、して貼っとくんで見ておきます、はい、はい、ぜひぜひですね、はい、まあ、水溜りボンドさん、見てますよ、動画なんなら毎日見てますよ、はい、毎日見てます、はい、というわけでね、本当に何か機会があったらでいいんですけど、はい、はい、北海道来る際にはね、なんかコラボなんかできたら面白いかなと思っております、はい、はい、というね、メッセージ動画を今日はお届けしました、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、はい、では以上、ドロドロTVでした。コラボできたらいいな。よろしく。よろしく。